ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。不動産情報サイトなどでしばしば住みたい街の上位常連となっている東京の中央線沿線。皆様はそんな中央線沿線の街に住みたいと思ったことはあるでしょうか。実際最上位常連である吉祥寺を筆頭に、中野や高円寺、阿佐ヶ谷などメディアで紹介されている街は多く、有名なセレクトショップや古着屋、レストラン、カフェなどは雑誌やウェブサイト、テレビなどで何回も掲載され、毎日のように行列ができていることも珍しくありません。また数多くの文学、ドラマ、映画、アニメなどの舞台にもなり、首都圏在住でなくても中央線沿線の街についてもしかしたらご存知の人は多いかと思います。実際多くのアニメスタジオや漫画家の住居が存在し、そして作品には中央線沿線の街並みがよく出てきます。ところで、なぜ中央線沿線が住みたい街の常連として扱われるようになったのでしょうか。今回の動画ではそんな中央線沿線が住みたい街の常連となった理由について、いくつかの観点などから解説、考察をします。それでは本編へどうぞ。中央線の概要。ところで、ひとえに中央線といっても思い浮かべるイメージは様々です。一般的に中央線というと国鉄時代より存在し、現在は JR 東日本や JR 東海が運営する中央本線を指すのではないでしょうか。中央本線は東京から新宿、甲府、塩尻、中津川、多治見などかつての甲州街道沿い、中山道沿いにある主要都市を経て名古屋に至る路線となっております。このうち都心側の両端の東京、高尾、大月間、名古屋、高蔵寺、多治見、中津川間を中心として東京及び名古屋の双方における通勤電車が多数行き交います。また関西在住の方を中心として夢島、コスモスクエアから弁天町、阿波座、本町、森の宮などを経由し、長田、近鉄京阪那線生駒、学研なら富ヶ丘方面までを結ぶ、大阪市内を東西に走る路線である大阪メトロ中央線を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。ただ今回の動画で扱うのは JR 東日本の運営する東京から新宿、中野、三鷹、立川などを経由して高尾や大月に至る中央線快速電車の運転区間となります。そして首都圏近郊に在住されている方を中心として、このオレンジ色の中央線快速電車を中央線としていることが多いです。今回はこのオレンジ色の中央線快速電車だけでなく、総武線や東京メトロ東西線から直通してきた電車が運転されるお茶の水、三鷹間の快速電車が通過する駅も含んで解説します。首都圏の住みたい沿線ランキング及び街ランキングを見る。それでは人気の理由について触れる前に、まずは数もの住みたい街、駅ランキング首都圏版を見てみます。2019年から2024年までの他の都市のものを見てみても、圧倒的に多いのは JR 山手線沿いの街ですが、続いて多いグループに JR 京浜東北線や東急東横線と並び、 JR 中央線沿いの街が入っていることがわかります。実際2024年版では3位に吉祥寺、18位に中野、22位に立川、33位に三鷹、38位に荻窪と5駅が入っています。このランキングでは水戸などをはじめとして東京都心から外れた町も入っており、対象が多いことを考えると5駅がランキングに入っているというのはかなり多いと言えます。他の都市のランキングでもこの5駅はランキングに入っていることは多い上、2021年版を見ると43位に高円寺も入っています。このような人気のある街が多い JR 中央線ですが、一方混雑率が高いことでも知られています。2019年の中央線快速電車の最混雑区間である中野駅から新宿駅までの混雑率はなんと 184%。 この数値は東京圏全体でも8番目に高い数値でした。 COVID-19 感染症の大流行によるパンデミックの影響でリモートワークなどが普及した2023年では、
この混雑率は 158% という数値に激減したものの、タロ線も減少した結果ワーストランキング自体では4位に上昇しており、なおも混雑率は高めであることが示唆されています。ただこれでもかつてに比べれば混雑率は下がっており、中野・三鷹間の複々線化や地下鉄東西線の開業以前は 280% を超えていたこともあった、まさに通勤地獄でした。また混雑率が高い以外にも首都圏の路線の中では遅延が多く定時性が悪く、さらに三鷹・立川間の複々線化が進まないために全体的なスピードアップができないなどの課題も抱えており、加えて特急なども走るためにダイヤ乱れが発生しやすく、その特急も不問寺信号場、岡谷間をはじめとした単線区間など遅延発生原因となる要素が比較的多いのが現実です。このように中央線快速電車のインフラ自体に起因する問題も多く、中央線を使った通勤はそれほど快適と言えません。そんな状況の中において東京八王子間という50キロにも満たない短距離を走る特急八王子号や、同じく青梅線に直通して青梅まで向かうものの、こちらも50キロ程度しか走らない特急青梅号が客席需要に応える形で運転されているだけでなく、2025年春以降のサービス開始予定という形で、現在は中央線快速電車をそれまでの10両編成から12両編成にした上で、普通列車グリーン車サービスの開始も予定されています。中央線沿線が常に人気の理由とは？ではなぜ交通インフラ面では欠点も多いと言える中央線沿線の人気はなぜ高いのでしょうか？その理由の一つとしてはアクセスの良さが第一に挙げられます。中央線自体は遅延や混雑などのイメージも強いものの本数は多く、さらに主要地域である新宿や東京駅に非常に出やすいと言えます。また沿線には吉祥寺からの京王井の頭線、荻窪からの東京メトロ丸の内線、中野からの東京メトロ東西線など、中央線には都心に向かう別ルートがこの他にも複数あり、万が一中央線が直車事故などで止まったとしても、住む場所や目的地次第では代替交通手段を容易に確保できます。さらに京王グループや西武グループ、小田急グループなどの路線バスも一部が中央線沿線の駅を中心に発達している傾向にあり、地域によっては京王や小田急、西武などの路線を使うこともできるのも大きな特徴です。そのため中央線沿線から都心各地は様々なルートを駆使することで1時間程度でアクセスすることが可能なため、学年の途中でキャンパスが変わる学生やオフィスの移転の多い企業などに勤めている会社員の場合でも柔軟に対応できるというのが大きなメリットになると言えるでしょう。またアクセスが良く沿線に大学も多い中央線沿線には若者が集まりやすいといった特徴があります。なので個性の強い街が多いというのも人気の理由といっても過言ではありません。とりわけお茶の水三鷹間の複々線区間における街は個性が強く、独特の文化があることが影響していると言えるでしょう。都心に出やすく沿線に大学も多い中央線沿線は若者が多く集まり、古くから多くの作家や漫画家、ミュージシャンなどの文化人がこの中央線沿線に拠点を置いています。ところでそのような文化人が中央線沿線に集まる流れですが、今から100年頃前の1920年代にまで遡ります。中央線沿線は関東大震災によって壊滅した都心を離れた人々が多く出てきた頃から宅地化が進みますが、その中には川端康成、横光利和、大田区総一、太宰治といった著名な文学者も含まれていました。彼らはしばしば将棋や飲み会の場として阿佐ヶ谷駅周辺の飲食店に集っていたことから、一帯は阿佐ヶ谷文士村として広く知られるようになりました。その中でも代表格だったのが三笑王、黒い雨などの作品で知られる井伏正治です。井伏正治は1927年に荻窪に住まいを構えて以降、第二次世界大戦による徴兵や疎開中の期間を除いて1993年に亡くなるまで中央線沿線の荻窪という町に住み続けました。
イブセマス氏はどんなライフスタイルの人でも受け入れる阿佐ヶ谷や荻窪といった中央線沿線の街を愛し、当時の様子を描いた荻窪風土記という本を書いています。また1970年代以降は夕刊クラブの一条ゆかりやストップひばりくんの江口久志、アキラの大友克洋など多くの有名漫画家が吉祥寺に住むようになったほか、多くのミュージシャンや俳優も吉祥寺など中央線沿線の街に住まいを構えるようになりました。また近年では高円寺にザ・高円寺ができたこともあり、お笑い芸人が多く住んでいることも有名になっており、三四郎の小宮浩信、アルコ&ピースの平子祐希、マジカルラブリーの村上など沿線に住む人が自分たちが住んでいる町として紹介することも増えてきました。その結果、彼らがゆかりとなっている飲食店やカフェ、ライブハウスなどが広く知られるようになり、沿線には駅ごとに別の文化があると言っても過言ではないほど独特の個性が築かれるようになります。さらに新宿から快速電車で1駅進んだ場所にある中野駅周辺は商店街の規模も大きいことで知られており、チェーン店などももちろん多いものの、個性豊かな個人店が根強く残っていることでも知られています。そんな中野で特に有名なのがサブカル文化です。中野はかつて存在した中野サンプラザにおいてアイドルや声優のイベントが数多く行われていたことから、秋葉原と並ぶオタクの聖地として知られています。現在でも中野ブロードウェイに拠点を置く大手漫画古本店マンダラケを筆頭として、中野には多くの漫画やアニメの専門店が立地し、アニメ関係だけでなくコスプレ関連のイベントも頻繁に開かれています。また腕時計やカメラ、鉄道模型などのホビーショップも多く、そのためにサブカルの街として現在でもしばしば紹介されます。特に腕時計については数多くの店が存在し、中野ブロードウェイにあるジャックロードは在庫数5000以上ものラインナップを揃える名店として有名です。最近では腕時計好きの有名 YouTuber ヒカキンが訪れ、しばしば希少な時計を購入した動画を投稿しており、それらをご覧なさった方も多いのではないでしょうか。個性の強い店が数多く並ぶ中野は近年外国人観光客にも人気のある街となっており、終日にわたって客の絶えない街になっています。それだけでなく、中野の次にある高円寺は古着屋が多くあるおしゃれな街として有名です。古着といっても高円寺周辺にある店の場合、ヴィンテージものやミリタリーものなどの個性豊かなものが多く、数万円ほどするものも珍しくありません。そんな高円寺はおしゃれな街として有名ではあるものの、古くからの商店街も健在となっています。商店街の名前の由来にもなっているねじめ正一の小説高円寺純情商店街で描かれた江戸の風情が多く残っています。レトロな雰囲気の居酒屋や飲食店も多く、夜になると多くの人がやってきます。また高円寺周辺はこしあん入りみたらし団子、おかりば餅で知られる1923年創業の天菜屋総本家を筆頭に、喫茶店トリアノン、沖縄料理店ナチビン、インド、東南アジア雑貨店元祖中屋無限堂などというように、それぞれの分野で老舗とされる名店が数多く存在することでも知られています。中でも有名なのが4丁目カフェです。1980年代に創業した4丁目カフェは東京におけるカフェ文化の先駆けとなっている店として知られ、多くの有名人に愛好されております。さらに映画やドラマ、アニメなどのロケ地としてもしばしば使われており、名前は知らなくても写真を見ればわかる人も多いほどの名店になっています。例として有名ビジュアルロックバンドのラルク・アンシエルは、人気アニメ「るろうに剣心明治剣客ローマンタン」のエンディングテーマに採用されたザ・フォース・アベニュー・カフェという曲で4丁目カフェをモデルに書いています。この4丁目カフェは夜遅くまで営業しており、コーヒーやケーキだけでなく料理メニューも充実していることから、さまざまなシーンで利用されています。そのためどの時間帯に訪れても客足が落ちることがありません。さながらかつての阿佐ヶ谷文士村の文化人の空気が高円寺に移ってきて、現代版として伝えている店と言ってもいいでしょう。ところで鉄道ファンの方であれば、高円寺というと
駅メロにもなっている阿波踊りを思い浮かべた方も多いかと思います。実際高円寺阿波踊りは8月下旬に行われる大型イベントで、2日間で100万人もの人が訪れる夏の終わりの風物詩として定着しています。高円寺の次にある阿佐ヶ谷は、前述したように阿佐ヶ谷文士村ゆかりの町として知られ、現在でも南側にある長大な商店街阿佐ヶ谷パールセンターには多くの飲食店や商店が立ち並んでいます。この商店街では8月初旬に行われ、人気キャラクターや世相を反映したハリボテが飾られた七夕祭りが有名です。またジャズ喫茶やライブハウスの多い音楽の街としても知られており、毎年10月にはジャズフェスティバルも開催されています。阿佐ヶ谷の隣の荻窪は閑静な住宅街が立ち並び、前述の井伏正筋をはじめ多くの文化人が住むことで知られています。現在では有名店が立ち並ぶ都内有数のラーメン激戦区としても有名です。この F ・美麻呂元総理の住宅で戦前の政治の舞台となった壁外装の復元整備工事も進められており、完成すれば観光客も多くなることも想像されるでしょう。さらに隣の西荻窪も駅周辺は狭い道が多いものの、その通りに多くの飲食店やアンティークショップ古書店が並ぶ街として知られています。そして吉祥寺は住みたい街ランキングの上位常連であり、これらの街々のカルチャーを幅広く持っている街でもあります。吉祥寺には成蹊大学、東京女子大学などのように多くの大学が周辺に立地するため、若者向けのおしゃれな店が多く、高円寺同様古着屋の名店やセレクトショップの路面店が数多く立ち並ぶファッションの街としても知られています。またライブハウスやジャズ喫茶も多いため、音楽の街としての側面もあります。前述通り多くの漫画家が住み、アニメスタジオも多いことからサブカルの街としての側面もあり、吉祥寺駅前や周辺の商店街は GTO、ろくでなしブルース、ペルソナ、新女神転生など多くのアニメやゲーム、漫画の舞台やモデルになりました。一方で駅前に残るハーモニカ横丁は、入り込んだ狭い路地に小さな店が立ち並ぶ、まさしく戦後の闇市の空気を残した街になっています。洗練された吉祥寺のイメージからはほど遠い光景ではありますが、こちらには有名な居酒屋が多く立ち並んでおり、飲み屋街として多くの人を集める人気スポットになっています。焼き鳥の伊勢屋やメンチカツの佐藤など、メディアに頻繁に紹介される飲食店も多いのも、ここ吉祥寺の魅力と言っていいでしょう。このような個性あふれる街が多いためか、テレビや雑誌の街歩き特集の舞台になることが多く、首都圏在住者以外にもよく知られています。ちなみにウプ主はこの動画の作成のために吉祥寺を歩いていたら、人気バラエティトーク番組である月曜から夜更かしのディレクターに声をかけられ、実際に月曜から夜更かしの取材を申し込まれたものの、カメラ写りが苦手なので見てますとだけ伝えて丁重にお断りをしました。ディレクターさんおよびカメラマンさん、お忙しいところ期待に応えられなくてすみません。またそれゆえに多くの人が中央線沿線の街に憧れ、実際に住む街として選び続けられていることが、中央線沿線に人気の街が多い大きな理由、そして中央線沿線が混雑する最大の理由の一つと言えるのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。今回は東京の中央線沿線に人気のある街が集中している理由についてお伝えしました。今回の動画で解説したポイントを要約すると、首都圏内の JR 中央線沿線は吉祥寺をはじめ、中野、高円寺、荻窪、三鷹、立川など人気のある街が多いこと、中央線自体は複々線の工事の遅れや混雑率の高さ、遅延の多さなど問題点も少なくないが、本数は多いので利用しやすく、また京王井の頭線、東京メトロ丸の内線、東西線など他路線も多く、都心には非常に出やすいこと。中央線沿線、とりわけ新宿、三鷹間にある街はアクセスの良さや複数の大学の存在などもあり、多くの作家や漫画家、芸人などが住み、アニメスタジオ、ライブハウス、
ジャズ喫茶などの施設も多く、故にアニメや音楽、漫画、ゲームなどの舞台にもなりやすいこと。新宿、三鷹間にある街は様々な文化施設が集積し、大規模な商店街も立地することから、駅ごとに独特なカルチャーが築かれており、アニメや漫画を筆頭に、時計、鉄道模型などのホビー用品店が集中する中野、ヴィンテージものの古着屋や時代を先取りしたカフェが存在する高円寺、おしゃれな店が多いながらもハーモニカ横丁に昭和の香りを残す吉祥寺がその代表格と言えること。個性的な街が多いためかテレビや雑誌などの特集に掲載されることも多く、このことも中央線沿線の街を人気にしている一要因と言えること。このような要素が絡み合って中央線沿線が人気になっているということが理解できたのではと思います。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは、鉄道に関する様々な疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。